はい、おはようございます。 AMS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ今日なんですけども、昨日に続きまして2日連続ですね、健康管理シリーズ、こちらをやっていこうと思います。よろしくお願いします。さあまずはじめにね、僕のチャンネル開いたらですね、ここのとこ一発目ね、これが来るように設定してます。挨拶がありですね、もうぶちかましてますけども、これ1年前の動画で、ほんとね、もうね、ビールやジュースをね、毎日ガブ飲みしてるんですけど、大丈夫なんて心配の声もね、多くて、それはね、僕がね、一番思ってるんですよ。俺大丈夫かって本当に思ってまして。で、まあ、昨日の動画でもまあお伝えしたんですけど、健康診断結果、本当にですね、僕ね、慎重にこう、真剣にこう見てるし、ちゃんと病院も行くし、検査も受けるしっていうふうにやってまして、あとはですね、まあ、日頃からちゃんとね、運動してですね、こう、コンディション作りはね、頑張ってるんですけども、人間ですね、年重ねるとどんどんね、筋肉、筋力がね、低下していきます。もうこれ自然現象で、これに逆らうのがですね、筋トレで、これ筋トレしたらね、逆らえるとっていうふうに思ってます。飲んで飲んでこうやってることと目指してるとかね、真逆なんで、それね、本当にね、何やってんだって話なんですが、そこも踏まえてですね、5年後、10年後、どんな風にですね、体が変わっていくのかっていうのを記録に残したくて、年に1回ですね、上半身脱いでこう記録に残していくっていうのをやります。ちょっとね、前置き長くなるんですけど、昨日もね、次回予告でも言ったんですが、今年はですね、ポテトチップス食べすぎまして、特にこれですよ、和牛マフィアさんのね、ウルトラガーリックポテチ、これが本当に美味しくて、12月はね、毎日食べてましたね。ハンバーガーもまあ1食に2つとか結構食べてたんで、もうね、食べすぎた、やりすぎたなって思ってるんですけど。さあ、じゃあもう早速今からですね、バスルームの脱衣所に行きまして、場所変えまして、体の状態をですね、お見せしていきましょう。さあ、まず背中からいきましょう。こんな感じです。これは去年と比べてどうなったよ。正面腹筋こんな感じです。1年前この時が70キロぐらいですね。今が74キロぐらいなんですけども、去年よりこれね、体重がね、4キロ増えてますね。太ってます。おりゃー、はい、お疲れ様でした。というわけで、これね、ほんとね、あの、年に1回なんですけど、脱ぐってことが自分に対してもね、すっごいプレッシャーになってて、でもこれ去年も言ったんですけど、ほんとね、あのね、ちょっとサボろうかなって思う自分マジでいるんですけど、まあ、特に冬かな、こう寒い真冬とか、あんまね、こう運動とかランニングする気持ちにならないんですけど、そんな時でもやっぱこう自分で自分の背中をね、押せるんですよね。いや、行こう、いや、頑張ろうっていう風に思えるんで、ちょっと今回はね、僕的にはですね、ほんとポテトチップス食べ過ぎたなと思ってて、調整不足っていう感じなんですけど、ちょっとまたね、来年に向けて1年間毎日コツコツね、本当に頑張ってやろうと思ってます。頑張ります。さあ、最後次回予告です。もうね、今日の明日であれなんですけども、早速明日からですね、三ツ矢サイダーぶっ切れていこうと思ってます。で、今手元にですね、まだ飲んでない三ツ矢が4本あります。もうどんどん出るんですけど、出た順番でいきますから、とりあえず明日このオレンジ加湿ぶっ切れてくんで、よかったら次回の動画もぜひご視聴よろしくお願いします。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。1年間で、ね、ほんと頑張ります。オーライさんです。